皆さんこんにちは。ご好評につき第2回目のバーチャルクラスルームを開催することになりました。第2回目日本語能力試験 N5 聴解練習となります。第1回目のバーチャルクラスルームで説明しました N5 の聴解の回答ポイントを実践して、各種類の聴解問題例を聞いて実際に練習してもらいます。受講対象者は一般の日本語学習初心者や日本語能力試験 N5 の受験生で、本番試験の直前にたくさんの練習をしたい方や試験の構成を知りたい方向けです。受講お申し込みは弊社のホームページよりお願いいたします。ご覧のように日本語ページと英語のページを用意させていただいておりますので、どちらからでもお申し込みが可能です。お申し込みの記入例となっております。記入した内容に間違いがなければ送信ボタンを押します。送信ボタンを押しましたら、自動的に返信メールが届きます。パソコンだけではなく、スマートフォン、タブレットなどで視聴も可能です。スマホなどで視聴されたい方は、事前に Adobe Connect の無料アプリをダウンロードしてください。